ということで今日はですね、スタジオを飛び出しまして都内の大手予備校に来ております。そうです、ね、今日のテーマは入試問題です。そう、入試問題、しかも喋らないという入試問題必勝法をお伝えします。いつもさ、パトリックにね、英語喋れないとか上手くなってないとか言われてるけど、我々一応受験はね、受験の英語なら大丈夫ですもんね。はい、行きましょう。行きましょう。英語で喋らない特別企画、レギュラー陣とゲスト、実際に出題された入試問題にチャレンジ。入試の難問疑問をあなたはどこまで解けるか。今夜は受験生と一緒の英語で喋らないと、レッツゴー。 First of all, introduce yourself to the students. Hello everyone, my name is Yumiko Shak. Do you know me? Yes. Thank youHi, my name is Matsumoto Kazuya. I am 36 years old. I graduated from Kyoto University. Oh! 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 Oh!このために、ね、出といてよかったな。あの人生の頂点でした、それがね。ここからこう思います。こちらのもう優秀な先生もちょっと紹介していただきましょう。お願いします。 My name is Tomita Kazuhiko. Tomita has been teaching English here for 23 years. Where did you go to college? Tokyo University. Our first guest went to Kyoto UniversityMy name is Takuro Tatsumi. Tatsumi took the fast track to college and majored in English literature. Does he remember his exam English? 一番の問題を解いてもらいましょう。いきなり一問目。The coffee shop opens at 7:30 and serves breakfast ほにゃほにゃ10 o'clock. さあ、このほにゃほにゃに入るところは一体何でしょう？難しいですね。まあ、ティルかなと思ったんですけどね。なんかバイもバイもなんかまでにっていうのはあるのかなと、どうだったかなとちょっと今探りを入れましたね。ちょっと探りを入れましたね。こういう問題本当に25年やってませんからね。25年前の英語と大して変わらないですけど、ズバリズバリどれでしょうか。ライフラインとかそういうのは2番にしときます。2番の場合2番にしときます。2番これ倍は使えませんか。使えません。どうですか。全然意味が違います。ティルはいついつまでずっとって言いますね。はあ。倍は遅くてもこの時までにって言いますね。全然違いますね、うん。でこれコーヒーショップが7時半に開いて10時まではずっと朝食出してるので、うん、まではずっとだからティルです。遅くとも10時までに出してるという。それ遅くとも We have one more guestAn English specialist. I'm Katsuya Konishi. I spent a year in Chicago and back in the early 70s. Konishi is a TV presenter and a graduate of the Tokyo University of Foreign Studies. He's even worked as a conference interpreter. この問題は解けるでしょうか。ほにゃほにゃ she believes you is quite certain.ほにゃほにゃ she believes you is quite certain。 僕の問題より簡単でしょ、こっち。せっかくですから、助けてます。いや、3番。3番。ちょっと英語として何か非常になんか無骨な英語なんかだよな。なんか2番っぽいね。正解は。And the correct answer is 2番です。Now let's watch as Tomita cuts through the confusion.ポイントは2個ありますね。2個で1つは、ここのところに書いてあるこの believe っていう動詞が、まあ、英語の動詞で文型という型を取るんですけど、普通、こういう第三文型という SVO という型を取るんですが、その主語とすいません、目的語がちゃんと両方あるんですね。でこういうふうに全部揃っている文の時にはfatとfitは使えません。それ以外の3つの中でなぜこのthatが答えになるかというと、今度は第二文型っていう文型というのがありまして、この B 動詞を使ってこれが主語でこれが補語でってなるんですが、その時ここに必ずイコールが成り立つ習性があるんですね。でイコールの右側が確かであると書いてあるので、確かであるという意味とイコールになるので疑問の意味が置けないんです。 How と Fen を選ばれると疑問の意味になっちゃいますね。で That だと唯一断定の意味になるので
その断定の that は確かというのと同じになります。これで英語みんな嫌いになるね。まあ、はっきり言って嫌いになる。完璧に嫌いになりますね。でも半年ぐらいこの番組やってて初めて勉強になったんですよ。じゃじゃん。Okay, on to the next question. Write two or three sentences in English about this picture. さあ、この絵を見て皆さんも書いてみてください。Come on, it's not difficult. Join the fun. Is that all? Two or three sentences. それぞれの答えを見ていきましょう。 Bowing in Japan is a prerequisite for business practice, but sometimes it is fatal. This picture is the case in point.お辞儀は日本のビジネス商慣行においては必要条件だと。だけども時にはそれが命取りになることがありますと。この絵がまさにそのケースです。うまい、まあ、うまいって言えばうまいんですけど、この絵については何も書いてないですね。この問題の意味は非常に不明確。これはこの絵についてこの絵についての文章であって、まさにこの絵に関して書いてるから気をつけた方がいいということですよね。この絵を説明しようとかDescribe this picture とか言えば他のことを書くけども、この絵について何か書いてくださいだから、これは私は全然問題ないというふうに私は理解するんですが。 So what score is Konishi going to get?ちなみにこれは20点満点ですけど、何点にしましょうか、ええ、先生。そうですね。この中に出てくるものがほぼ一つも描写されていないっていうのが。いや、描写するんであればDescribeという言葉がないと描写にはならないですよ。だから書けということであれば、それはだって英語としておかしいよね、お前。おかしいよね。And Konishi's not happy with the verdict.文句言える立場に終わりだからですよね。非常に、うん、そうなんですよ。OK、みんなの勉強始める方はそれぞれ自習してよし。自習してよし。大学側からの採点では多分半分ぐらいでしょうね。はあ、20点の中の10点。でもちゃんとやっぱ半分ね。厳しいですね。でもそれでもいい答案だと思いますよね。だから合格はする答案だろうと思います。なるほどね。And now, Tatsumi's answer. Mr. A is crying because he is B pressed by two doors of elevator. Mr. B is laughing to see Mr. A. It's up.And that's all he wrote. 実はなんか、あの、ですね、これはこういうのはね、まあ、なんか、書こうと思ったんですよ。ほにゃほにゃ、気になるの。そう、まあ、こういうことをね、まあ、なんていうか、まあ、道徳的なことをちょっと書こうと思ったんですけど。これ、イズと B は邪魔です。ああ、おお、はい、エレベーターに関心がない。はい、それから、ラーフにトゥーフテシつかないですね。ラーフに、うん、もうこういうの全然覚えてないですね。ですね。こっちが、気持ちが書いてあれば。書いたらバクテーションでしょうか。ラーフィング、ラーフィングが事実ですから。いやなんかいろいろ、いやこういうのはちょっとね、いやわかりますわかります、もう本当にこういうもんだったなと思い出しますよ、本当に、ね、本当に納得しますか。納得しますよ、もうこれは全然ね、全然おかしいというのはわかるんですけど、納得するのもいいですよね。いやAnd the score is 3点。うわ、これは厳しいですね。さあ、続いては。And now, the prep school pinup, Shaku。飛んでいただけますか。Be careful. A man is bowing. いかがですか、皆さん。気をつけなさい。お辞儀してる男がいる。バウイングですか。バウイング、バウイング。ちょっとあのボウという発音にもなりますけど、それだとあの弓を使ってる。ああ、そうなんだ。さあ、はい、何点でしょう。ね、ですから、例えばこれもね、こういうのをやっぱり点数つけなくちゃいけないでしょ。です。ね、ね、そうするとね、うん、きっと全員を敵に回すんですよね、零点。はい、お願いします。Don't bow when you're in an elevator.Or your head will be cut off with doors. Watch out! Cut off! まあやっぱりエレベーターはギロチン台じゃないですか。結果的には The score? おー、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 おー
本当にどうですか。いやまあ実力だからしかし Now the next question。 日本の千円札を頭の中にイメージしてください。あなたがイメージした千円札について、例えばその表裏のデザインなど100語程度の英語で書きなさい。 Why not try this at home? One afternoon, Matsumoto is in transit to Roppongi. He has a new mission. Tour guide to a major movie star from England. Tour guide to what? Tokyo's hottest hotspot, Roppongi Hills.And he'll meet the star of Billy Elliot, a teen idol who leapt to fame playing a ballet dancer. Now 17, Jamie Bell is a rising star in Britain. Nice to meet you. And here's Jamie. I'm very good. I'm very good indeed. How are you? I'm fine, thank you. You sure? Yes. My name is Kazuya Matsumoto. Right. Please call me Kazu. Kazu. Yes. Kazu. Yes. Kazu. I will guide you the most, one of the most popular places in Tokyo. Okay. All right. Awesome. Let's go. Okay. Okay. Let's now go. Let's go. This way. Let's go. This way. Okay. A good start, and it's straight up to the observation deck. Professional guide, I will find. Please don't go away. Roppongi Hills has English-speaking guides who can help foreign visitors. They can also help desperate NHK presenters. Okay, tell us about Tokyo. What's this kind of red thing right there? That's called Tokyo Tower. Right. That's one of the symbol of Tokyo. This one was 310. How big was this one? Yes, 310 でしたね。310 meters. Yeah. No. 200. Oh, sorry, sorry. Did you find anything? You know, really? He pretends to be a tour guide. Who are you got off the street? No. Very hot. Jamie's only 17, but he's tough.Can Matsumoto's English get through to this teen sensation? 1,000 yen in 100 words. Well, what would you write? We'll start with Pakkun. これあれだよね、札にあんまり縁のない人っていうのはもうこの問題できない。だから英語力を試してるのか記憶力を試してるのかよくわかんないから。The Japanese 1,000 yen note is adorned with an image of two cranes doing a mating dance on one side and Mr. Summer Eye Rinstone on the other. でも全然100語には足りませんよね。あ、足りないんですか。うわ、ずいぶん悩んだのにね。鶴が2匹っていうんだって考えてみると覚えてない人多いじゃないですか。で、だからもし話持っていくとするとこういうこと書いて、でも私の覚えてる限りこうだと。で、だから逆にその実は人間は普段いつも手にしているものでもその実際何か説明しろと言われると困ってしまうことが多いと、うん、そういうことのむしろこれは典型的な例だと思うというようなことを書いて最後の方はまとめていけば、うん、なるほど。でもちょっと待って、あの番組上結構困りました。これから答えていただこうと思ってました。さあ問題はこちら。 But we soon bounce back with the next question。 父親と9歳の娘が会話をしている。娘が庭にある植物を切ってほしいと父親に頼んでいる場面であることを考慮して答えよ。 Cut those plants down, can't you? Oh no, saving them, sweetheart. Why? For soup to make you beautiful. She looked at him gravely. For 9 years, she had believed everything he had said. Now she was on a cliff edge, almost ready to fly off. Will it? Sure it will. You wait and see.下線部は9歳の娘にどのような気持ちが芽生えたことを表しているか、日本語10字以内で記せ。こういう会話です。あの植物切っていいでしょ、うん、ダメだよ。取ってあるんだから。親子の会話なんですけど。あ、そうですか。やらしい。なんで。For soup to make the beautiful. Soup に、え、スープにするのさ、お前を美人にするためにやっぱり親子できないの。Here's the key point. She looked at him gravely. For 9 years, she had believed everything he had said. Cliff edge は崖っぷちの意味。So, how does she feel? 一
分経過です。残り1分です。まずは小西さん。自分は変われる。自分は変われるかな、まあ、この人女の子の気持ちにはなれないね、悪いけど。辰巳さん、はい、お願いします。父親から離れるべきだ。お父さんがちょっと嫌になって離れるべきだと。ちょっとね、気づいてきたと。あ、10時。完璧。10時ね。丸入れたら10時。10時だ。だから書いてます。細かいね、本当に。そう、受験だから、受験だから。受験だから、ね。何のほら、もう罰されるか分かんない。チャクさん。努力しても無駄だよ。どういう意味ですか？いや、持って生まれたもんだからしょうがないと。そう、美貌は。すごい、ぐさっときますね。それか、もう一個考えついたんですよ。あ、何ですか？あの、父親に反発して、うん、サンタさんはいないんだとか。騙されないぞっていうこと。なるほどね。気づいちゃった。あ、もう9歳だと。そう。そんなスープで美しくなるわけがないと。そう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 。あ、なるほどね。否定的なんです、9歳から。なるほど。さ、松本さん。すみません、普通です。父は信じられない。面白いなと思ったのは、話をしている中でシャクさんが完璧な答えを言ってます。おお、さすが。サンタさんはいないなって言ってください。まさにそれです。このフォアナインイヤーズとここのナウを比べてくれと言ってるんです。お、これそれまでの9年間なんですね。で、これ時勢が過去完了という時勢なんですが、ここよりも一つ前の時勢で、生まれてから9年、9歳の娘って書いてありますね。生まれてから9年の間ずっと父の言うことを全部信じてきたと書いてあるんです。で、そして今やと書いてありますね。で、日本語でもそうですが、昔はこうだった、今はという時必ず意味が反対にひっくり返りますね。昔はこうだった、あの受験生にも多いんですよ。昔は勉強できたってやつがすごく多いんですね。でも今はもう大したことないからなんですけど、昔は信じてた、で今は信じられなくなった。ですから、まあ、いわゆる模範解答は父親に対する不信感です。入試問題としては非常によくできてます、この問題。ここの部分を何にも知らない人でも、こいつとこいつの関係、この2つの動詞の時間の関係を考えることができて、昔と今っていうのは対比する概念だっていう一般論を理解できれば、話がそこへ持っていける、そういう問題になってるんですね。多分釈さんはこの文をいろいろ考えている中で、自分でいつの間にかクッとひっくり返してたんですね。だからそんなお父さんのことが間違ってるわよってなった。ただこれをいい問題だとおっしゃいましたけど、うん、これあんまりいい問題じゃないと、まあ、あんまりいい問題じゃないんじゃないですか。この辺はちょっと違いをちょっとね、興味はあるんです、僕は。なんでそこで煽るんですか。ただその英語っていう一つの特定の分野だけが意味があるわけではなくて、うん、もっと広い意味で物事をどう考えていくかっていうことを知りたい。大学はね、英語っていうのはそのうちの一つのブランチであって科目に過ぎませんから、うん、だからその英語っていうものの能力をどう聞くかっていうのは、本当は人間の持ってる総合的な能力をどう聞きたいかっていうことと関係があると思うんですね、うん、僕はあえてだから英語の一つのまあなんていうかな、尺度として総合的な読解力というようなことを言ってるから、うん、日本の大学英語というのはよくならない。だから英語に特化しなきゃいけないんですよ、本当は。なるほど。技術的なもんだから、こういったものは。だからそれで哲学を取ってるわけでもないし、それからあの長文英文の解釈力とか、うん、まあ、解釈力とか、そのいわゆるなんていうかな、小説の読み方とかそういうものでもない。やっぱり語学は語学として特化しないと、うん、やっぱり非常に弊害が出てくると思います。そういう面もあるんですね、はい、そういう面もあるんですけど、だから総合的なものを見るというようなことをするとすごくやっぱり迷惑だ。はい、ということで NEXT QUESTION。 How would you describe this picture in English? We'll be back soonMatsumoto is guiding the English actor Jamie Bell around Roppongi Hills. Jamie plays a World War I soldier in his new movie, Death Watch. Jamie plays the lead in this horror movie. I saw your movie, Death Watch. It's very...horrible, yeah. Horrible movie. Yeah, yeah. Why did you... Horrible movie? Horrible, no, no. Horrible, horrible. Not horrible, horror. Why did you choose the movie? Only because the journey that my character makes, mm-hmm. At the time when I was shooting it, was a very important journey that I was making myself, which is basically...
going from a child and making that journey and making that transition and becoming a young man, almost reaching adulthood. And especially my character, at the very beginning we see him as a coward. And by the end of the movie he's become more courageous, more masculine, more of a man, and more of a leader as well, you know. You were born in Billingham. Yeah. Its accent is different from the standard British. Yeah, which is London, basically. Yeah. It's very considered cool to have a kind of accent at the minute. So. Like David Beckham. David Beckham. See, the great thing about being David Beckham is when you walk down the street, I like to see people, kids with number 7 Beckham on their backs. That's the best thing about being me. It's Matsumoto Beckham. This is the first time. Yeah, exactly. Yeah. Exactly. That's David Beckham right there. Oh, really? Yeah. Maybe without the Japanese accent. Well, at least he's completed his mission. Judgment Day. Jamie can award up to 5 stars for Matsumoto's English. Fully analyzing your English grammar and your vocabulary. Oh. I have talked to my London associates and my English friends. And we're very pleased to give you a big fat 0. Okay. That means no stars, Matsumoto. No, I'm only joking. I think I'm going to give you a 4th one as well. Oh. But I think ultimately, your English is excellent, and I don't think you have any problems, apart from a few little words, and you did call my movie horrible, so you're not going to get the 5 stars. So it gets a 4. Thank you! That's all right. 4 stars! 4 stars is pretty good, right? Yeah! By way of thanks, a word in Japanese. Eigo de, shabera, naito. Naito. Eigo de shabera, naito. Jamie, thanks for sticking it out till the end. And back at the prep school, things are heating up. Describe the picture in 25 to 30 words. Include the words dressed as a fish. This is a fish? Look closely at the picture. Tough question. What's a good answer? Konishi is scribbling away, but... The answer, please. This dude is dressed as a fish, which could well be polluted around Japanese offshore. It could be a rare sight seen on a Halloween night. この馬鹿野郎は魚の格好してます。まあこの魚は日本の近海ものとして汚染されている可能性があります。なるほど。ちょっとギャラ入れて、はい。で、日本ハロウィンの夜の珍しい光景と思われます。なるほど。どうですか先生。多分書き忘れたと思います。電車の中だって書いてないんですよね。ああ、満員電車の中だっていう情景描写はきっと必要だと。これそうですね。だからまあ満員電車の中のこれ入れたかったけどちょっと今ね時間がなかったですよね。じゃあパックこうしよう。ハロウィンナイトトレイン。なるほどね。あのハロウィンナイトトレイン。これだ。どうですか？それいいわけね。いいんですけど。でも絶対受験生は来ないですよね。この意味のある受験生は誰もいません。なるほど。じゃあ点数はどうしましょうか。いやこれは20点差し上げていいんじゃないですか。20点満点です。結構でも面白いよねこの問題。ね。あこれ気に入ったんですか。初めてディスクライブが入ってるから。ディスクライブ。ははん。次は辰巳さんの回答です。A man dressed as a fish is watching the secret place of the beautiful lady. We call him a hentai in Japan.
じゃあ日本に直してもらえますか。いや、まあこの通りです。いや、これ足に見えたんですよ。やっぱり綺麗な女性の足かなと思ったんですけどね。英語的には間違ってる。英語的には間違ってるところ、まあ意味が何、シークレットプレイスが何を意味するかっていう。いや、多分分かんない人いないですよ。これものすごく分かります、これ。じゃあ点数与えざるを得ない。ください、与えざるを得ない。あの点数が少ないんで、もう一度もう満点いきましょうか。もうね、ありがとうございます。 Full marks for a bizarre answer。 続いてはシャクさん、読んでいただけますか。 The man who dressed as a fish is crazy。 お、簡潔でよろしい。魚の、格好してる男はクレイジーですということですね。お、その前にちょっとこの、あ、そうか。だから こういう答案も多分出てきちゃうんですよね、きっとね。きっとね。ただ語数の指定に全く合ってないんですよ。なるほど。これ 2,3 回書けばいいんですか。How many marks? 5点ぐらいは差し上げたい。点数くれた。ありがとうございます。いいんじゃないですか。Now, Matsumoto. Hi. This is a picture of a man dressed as a fish. He is in a train car. People in the car are ignoring. Ah, with him かなんかかな。後で気づいたんだけど。Him ですね。Ignoring him。そう。目的語ですね。Him。これ入りますね。はい。なんか最終問題の。いや、結局最後の回答者としてなんかボケが足りない。そんなそれまとめづらいよね、これね。ちょっと物足りなさの部分を引いて、まあ、ヒム忘れましたし、まあ、15点と思います。15点 OK。 ボケが足りないということで、じゃあ OK。 That's it. The test is over. And the result, a tie. 小西 and Matsumoto share first place. Finally,A special message for everyone prepping for university entrance exams. 皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。Watch this. You have a nice daddy. Hello, your syrup. What's inside is there. You're true, mine. Okay. Are you Japanese? Yes. Next, he's performing in Japan, but I can do it in English. If you only do. Goodbye. Goodbye.